こうね、圧倒的機能っていうのはね、ないんですけれども、ヘッドホンに欲しい機能っていうのがね、全部盛りで入っていて、もちろんね、ノイキャンもありますよ。こんにちは、カオルンです。本日はですね、久しぶりにヘッドホンのレビューやっていきたいと思います。今回はですね、ありがたいことに、レビューのね、案件をいただきました。ありがとうございます。今回紹介するヘッドホン、こちらになります。ドン!サウンドピーツさんのヘッドホンスペースでございます。イエイ。まず僕のね、個人的なサウンドピーツさんの印象なんですけれども、とってもね、ハイコスパのイヤホンヘッドホンをね、ラインナップするメーカーさんだと感じております。例えばですね、ノイキャンありで1万円以下のね、イヤホンヘッドホンたくさんあります。あとはね、最近流行りのソニーのね、LDAC に対応しました。こうね、イヤホンとかもね、1.3 万ぐらいでね、ゲットできたりするっていった感じでね、とってもね、誰でも手に取りやすいね、ラインナップがあります。僕の大好きなね、セゴさんもですね、あとはね、他の YouTuber さんたちもね、たくさんね、サウンドピーツさんレビューしてます。結構ね、Amazon でもね、売れてるんですよ。今回ね、紹介するスペースもですね、こうね、圧倒的機能っていうのはね、ないんですけれども、ヘッドホンに欲しい機能っていうのがね、全部盛りで入っていて、もちろんね、ノイキャンもありますよ。さらに一つ一つの機能がですね、おー、結構ね、いいんじゃない、うん、オッケーオッケー、丸々っていうね、感じのクオリティになっております。それではまずはね、基本スペックから見ていきましょう。どうぞ。さあ、まずはね、基本スペック見ていきたいと思います。値段がね、6980円となっております。もうね、この時点で安い。色はブラック、ホワイト、イエローの3つになっています。ブラックがね、一番人気みたいです。イヤーパッドは低反発性ウレタン採用で、通気性抜群。長さの調節も可能でね、誰でもね、ぴったしの装着感となっております。重さは 264g というところで、これはね、ヘッドホンの中では結構軽いですかね。こうね、外国でね、よく、まあ、栽培しているオレンジありますよね。ちょっと大きめのみかんみたいなやつ。あのぐらいの重さになりますね。ドライバーの方は 40mm を採用しておりまして、こちらはね、いろんなヘッドホンで使われてるやつですね。なので、迫力ある音をね、再現しています。コーデックは SBC と AAC。あとはね、有線接続も可能となっています。そしてね、こちらも目玉ですね。ノイキャンもあります。マイナス 35dB 低減してくれます。一般的にはですね、車とか電車がですね、だいたい 75dB って言われています。こうね、結構騒音がね、すごい音ですね。そこからですね、マイナス 35dB すると、だいたい 40dB になるんですけれども、これがですね、人間がね、あまり気にならない音になります。なので、ちゃんとね、ノイキャンもやってくれそうですね。さらに外音取り込み機能もありますので、周りの音をね、取り込みながらね、音楽を聴くことができます。さらにさらにこれもすごいんですよ。再生時間がなんと123時間もね、使うことができます。これね、すごいですよね。だいたい1日4時間ぐらい使っていると、1ヶ月ね、充電しなくてもね、ずっと使えるヘッドホンになります。アプリにも対応していますよ。EQ 調整もできますし、あとは低遅延モード、そしてね、マルチポイントの設定もできます。はい、ズームして一緒に見ていきましょう。まずはね、デザインですね。どうでしょうかね。まあ値段的にはね、7000円ぐらいなんですけれども、全然ね、安っぽさっていうね、質感はないですよね。あとはね、メカっぽくてかっこよくて、あとはね、サイドの部分にこの S がね、刻まれていますね。これサウンドピーツの S だと思います。このね、イヤーパッド部分ね、かなりもちもちしてますね。だいぶね、マシュマロみたいなね、こう重厚感のある、もっちりといった感じです。ちゃんとね、長さもね、調節することができます。あと持ち運びに便利なように折りたたむこともできます。こういう感じでできます。はい、つけるとこんな感じですね。かなりね、装着感はいいかなと思いますね。こうね、もともと軽いので、上からね、どっしりとした感じもないですし、あとはヘッドホンでね、左右がね、がっつりね、締め付ける感じがね、あるんですけれども、今回のスペースはね、このね、イヤーパッドがかなりもちもちしてますので、こうね、全然痛くない。全然長時間ね、いけちゃいますね。ウォーキングとか、あとはね、日常生活、全くね、問題ありません。ただ、激しい運動とか、あとはね、マラソンとかはですね、ちょっと気になるかなーって思いますね。
さあ続いて大事なね音の方を見ていきましょう。今回のサウンドピースさんのスペースの音なんですけれども、結構ね特徴があるかなと思いました。まず中域、高域なんですけれども、とっても綺麗でねクリアなんですが、少しね遠くにあるかなっていう感じでした。逆に低域の方はですね、こうね若干濁ってる感じがあるんですが、音はねすごく近くに感じることができました。じゃあですね、歌物はどうなのかというところなんですが、歌はねボーカルがすごい大事なんで、ボーカルはね中域なんで、まあね聞きづらいかなと思ったんですがね、よく目立ちますね。むしろねボーカルがねすごいねよく聞こえました。なんだろうな、イメージ的に言うと大きなねコンサート会場ありますよね。よくねすごい有名な方がやってるようなイメージですね。そしてその会場のねこう真正面にステージがあって、ボーカルとねバンドの方がいらっしゃいまして、そして自分はねど真ん中の席にいるんですが、少しだけ離れているところにいる。なので生音に関してはね、こうちゃんと前から聞けてるけど少し遠いといった感じですかね。これが中高域の部分がですね、こう綺麗だけどクリアだけど少し離れているような感じ。一方でコンサート会場ってスピーカーもありますよね。左右にこう天井の方に左右にねありまして、迫力のあるね低音が出ていますけれど、そういう感じですね。こう生音をね聞けてる中で、横から低音がねドシンドシンと左右から来るような、そういった感じが今回のスペースにはありました。なのでライブ感をね味わいたい人はですね、結構おすすめかなといった音でしたね。僕個人的なね使い方はですね、こうとってもギターとか、あとはピアノのね弾き語り一本でね歌うっていうのが大好きなので、まあそういった感じで聞くのもありかなと。低域がね消えてね、こう中高域の部分がですね綺麗にまあ聞こえるっていうのがね、こう弾き語りの良さなので、そこをね一層高めてくれるっていうね使い方もありかなと思いますね。続いてノイキャン見ていきましょう。こちらはですね自然に程よく聞いていました。圧倒的ノイキャンっていうわけではなくて、こうね少しグレードアップしてくれる感じですね。ヘッドホンがかなり装着性が良くてね、もうこの時点でねかなりキャンセルされちゃってるんで、まあノイキャンがねこうなくてもねいけちゃうっていう感じなんですね。でね、ノイキャンの方はですね強すぎず圧迫感もなく、あとはね風切り音も少ないので、基本的にはね誰でもオンしといた方がいいかなと思いますね。逆にですね、外音取り込み機能の方はですね、かなりね、設定をいじっているのか、かなりね、機械っぽさがありました。人の声をね、よく通すので、中域とかね、高域のね、高い音がね、カンカンとね、少し感じるっていうね、印象でしたね。ただ、人の声はですね、しっかりね、聞くことができますので、こう、必要な時のみね、切り替えるといった感じの方がいいかなと思いますね。さあ、続いてアプリの方を見ていきましょう。EQ 調整ですね。こちらはですね、あらかじめ用意されたたくさんのモードがありますので、そこから選んでいただくことも可能ですし、あとは自分でね、カスタマイズすることもできます。この用意された方はですね、たくさんあるんですが、僕的なおすすめはロックと、あとは中高域の強調、この2つになります。ロックの方はですね、このね、サウンドピーツスペースの良さをさらに引き出すような感じでした。ボーカルとか中高域の音をですね、こうクリアだけど少し遠いっていう部分をよりグレードアップ。そしてね、低域の方もですね、少しまあノイズがかかっているような感じだけど近いっていう部分をより引き出すような感じでした。なのでライブ感を味わいたい人はね、よりね、使った方がいいのかなと思いますね。また中高域の強調はですね、少しボーカルとかその中高域のねこう遠い感じが気になるよっていう方はですね、こう低域とね同じぐらいまでね持ってきてくれるので、だいぶねフラットに聞くことができるのでおすすめです。マイクテスト、マイクテスト、今ですねサウンドピーツさんのスペースでお話をしていますよ。どうでしょうか、僕の声ちゃんと聞こえていますでしょうか、クリアに聞こえていますでしょうか。マイクテスト、マイクテスト。はい、ということで今回はサウンドピーツさんのヘッドホンスペースをレビューしていきました。サウンドピーツさんのね良さがねそのまま出てた超ハイコスパっていうね感じのヘッドホンでしたよね。誰にでも手に取りやすいお値段、そしてね全部盛りの機能、特にノイキャン100時間再生アプリなんかがね魅力的でしたよね。
ですのでちょっとね手軽にねヘッドホン1台欲しいなっていう方や今後ねこうヘッドホンデビューを考えてる方はですね今後のグレードアップのためのベースの1台としてぜひねいかがですか。今回レビューしたサウンドピースさんのスペースのね詳しい製品情報まだまだあります。下のね概要欄に載せておきますのでぜひねチェックしてみてください。そうしましたら今回もカオルンチャンネルご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人をね目指してコツコツ頑張っております。ぜひね応援お願いいたします。そしたらまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。